731部隊731部隊は第二次世界大戦期の大日本帝国陸軍に存在した研究機関の一つ正式名称は関東軍貿易給水部本部で731部隊の名はその秘匿名称通称号である満州第731部隊の略なお 1941年3月に通称号が導入されるまでは、指揮官であった石井四郎の名字をとって、石井部隊と通称された。概要。満州に拠点を置き、兵士の感染症予防や、そのための衛生的な給水体制の研究を主任務とすると同時に、細菌船に使用する生物兵器の研究、 開発機関でもあった。そのために人体実験や生物兵器の実践的使用を行っていたとされる。遠隔。1932年昭和7年8月、陸軍軍医学校貿易部の下に石井志郎ら軍医5人が属する貿易研究室、別名三件が開設された。 それと同時に、日本の勢力下にあった満州への研究施設の設置も着手された。そして、出先機関として、関東軍貿易班が組織され、翌1933年昭和8年秋から、ハルビン東南70キロメートルのペイン砲において研究が開始された。 この頃の関東軍貿易班は、石井四郎の変名である、東郷をはじめに由来して、東郷部隊と通称されていた。1936年昭和11年4月23日、当時の関東軍参謀長板垣清志郎によって、財務兵備充実に対する意見における第23 関東軍貿易部の新設増強で関東軍貿易部の新設が提案され、同年8月には軍令陸攻第7号により正式発足した。関東軍貿易部は通称カモ部隊とも呼ばれており、これは石井四郎の出身地である千葉県三部郡芝山町カモブラの出身者が多数いたことに由来する。 この際同時に、関東軍軍馬貿易省、後に通称号、満州大百部隊も編成されている。1936年12月時点での関東軍貿易部の所属人員は、軍人65人、内将校36人と、軍属105人であった。部隊規模の拡張に応じるため、 平方、ハルビン南方 24km に新施設が着工され、1940年に完成した。1940年昭和15年7月、軍令陸攻第14号により、関東軍貿易部は、関東軍貿易給水部、通称号、満州第6号級部隊、 に改変された。そのうちの本部が、関東軍貿易給水部本部、通称号、満州第731部隊である。731部隊を含む関東軍貿易給水部全体での所属人員は、1940年7月の改変時で、軍人1,235人、うち将校264人と、 軍属2005人に増加し東京大学に匹敵する年間200万円1942年度の研究費が与えられていた厚生労働省の集計によれば1945年昭和20年の終戦直前における所属人員は3560人軍人1344人 軍属2208人、不明8人だった。この間、1942年8月から1945年3月には、関東軍貿易給水部長が石井四郎から北野正治軍医少将に変わっていたが、引き続き731部隊などは石井の影響下にあったと見られている。 1945年昭和20年8月ソ連対日参戦により731部隊など関東軍貿易給水部初部隊は速やかに日本本土方面への撤退が図られた大本営参謀だった浅枝茂春によると浅枝は8月10日に満州に派遣され石志郎らに 速やかな生物兵器研究の証拠隠滅を指示したという。この指示により施設は破壊され、部隊関係者の多くは8月15日までに撤収したが、一部は侵攻してきたソ連軍の捕虜となり、ハバロフスク裁判で戦争犯罪人として訴追された。2018年4月。 国立公文書館に保管されていた1945年1月現在の所属全3605人、軍医52人、技師49人、看護婦38人、衛生1117人他の氏名、階級、当時の連絡先が記された名簿が開示された。 2020年6月19日、西山勝夫市外科大学名誉教授のグループが、国立公文書館で1950年から51年にかけて政府が作成した関連公文書、関東軍貿易給水部部隊外協を発見、開示された41枚の文書には、林公、ボタン 孫悟、ハイラルの四支部に関する細部調査表、行動群経過用図などが含まれている。一方で、本部と大連支部の細部調査表と行動群経過用図が含まれていなかったとのこと。またこれにより、作成時点での全隊員数は、3262人と判明したという。 貿易活動1939年昭和14年に発生した野ハ藩事件では関東軍貿易部が出動部隊の給水支援を行っている石井四郎が開発した石井式露水機などを装備した貿易給水隊3個ほかを編成して現地へ派遣し 部長の石井大佐自身も現地へ赴いて指導に当たった。最前線での給水活動、衛生指導は消化器系伝染病の発生率を低く抑えるなど大きな成果を上げたとされる。その功績により、第六軍配属貿易給水部は第六軍司令官だった小木洲立平中将から 衛星部隊としては史上初となる艦上の授与を受け、石井大佐には禁止勲章と陸軍技術友好章が贈られた。一方で、野門藩事件での給水活動に対する表彰は、実際には最近兵器使用を行ったことに対するものであったとの見方もある。 生物兵器の開発と実践的使用。第一次世界大戦における化学兵器の使用を受け、1925年のジュネーブ議定書では、戦争時における化学兵器、生物兵器、細菌兵器の使用禁止が規定された。ただし、開発、生産、貯蔵といった行為は禁止項目ではなかった。 このような背景もあり、常石圭一や畑育彦によれば、731部隊は、単に生物兵器の研究を行っていただけではなく、生物兵器を実践で使用していた。731部隊では、ペストやチフスなどの各種の病原体の研究、培養、飲みなど攻撃目標を感染させるための媒介手段の研究が行われ、 ネイハジョートク、ズイガンなどで、実際にペスト菌が散布されたと常石氏は述べている。731部隊の要人として3年間勤務した鶴田兼氏は、野門ン,ン事件での生物船での実体験について、細菌の培養液を入れたガソリン缶をトラックに積んで輸送したこと、中身を川に流す際の事故により、 鶴田の内務班の班長だった軍曹が培養液を浴び腸チ,チフスで死亡したことなどを語っている元部隊員への尋問・関連論文戦後のサンダースやトンプソンによる調査において田中敦夫少佐は1943年に貿易研究の余暇を使って ペストのみの増殖の研究を命ぜられたものの、ペストのみの増殖に不可欠な白ネズミが不足していたことから、ペストのみの大量増殖は不可能であったと供述している。その後、1947年に、米軍の最近戦研究機関、キャンプ・デトリック、現フォート・デトリックのノーバート・フェル博士らが行った、 731部隊関係者からの事情聴取によると、日中戦争、シナ事変において、石棺作戦、1942年などで12回の生物兵器の使用があったとする。また、ペスト菌汚染された飲みを空中散布した。ジフス菌を井戸や畑の果物などに撒いた。 最近入りのまんじゅうを配った、などとする証言者も複数存在する。サンダース、トンプソンによる調査において、元隊員が人体実験や細菌線について語らなかった理由について、トンプソンは、開示する情報の量と質が事前に指示されていたのではないかと推測しつつ、生物線、 特に攻撃面の研究開発の規模について小さく見せたいという意図があったのであろうと述べている。金子淳一論文。1940年の新疆や農安でのペストの大流行が731部隊の細菌散布により起きたとする元731部隊所属の金子淳一軍医の論文集昭和19年。 が、2011年に、日本の国立国会図書館関西部で発見された。論文では、1940年6月4日に、日本軍が脳案、吉林症で、飲み5グラムをまき、一次感染8人、二次感染607人の患者が発生し、同年10月27日には、寧波で2キロ軍機から投下し、 一時、二時感染、合計1,554人。41年11月4日には、上徳に1.6キロ投下し、2,810人を感染させ、6つのケースの細菌線では、感染者は、計25,946人に上ったと報告している。また、投下した年月日は、 これまで判明していたものと一致している。また、金子論文は、太平洋や東南アジアでペスト菌を巻くことを想定し、地域や季節による効果を試算した研究内容を記述している。これらの計画は、初歩的な検討段階で中止されたと見られるが、731部隊から抽出された実践要因が、 マリアナ諸島に派遣されたとする,畑彦の説もある2012年6月15日衆議院外務委員会で社民党の服部良一議員は金子論文について質問すると現場大臣は時間経過などを考えれば政府調査で事実関係が断定できるか難しく 今後の歴史学者の研究を踏まえていきたいと答弁した。ベスト菌攻撃とされる事例。ネイハ。1940年10月27日早朝に行われたネイハへのペスト菌攻撃は、低空飛行の飛行機から細菌を撒く方法で行われた。この時使われたのみは、 ペスト菌を持つネズミの血を吸い、ペストのみとなったものだった。飲みだけではうまく目的地点に到達しない恐れがあり、また着地のショックを和らげる必要もあって、穀物や綿にまぶして投下した。11月3日までに37人が死亡し、カビ病院の定立性委員長が、 犠牲者の症状をペスト菌であると宣言している。満州新疆1940年昭和15年11月に満州国の新疆でペストが流行した際には関東軍も疫病対策に協力することになり石井貿易給水部長以下731部隊が中心となって活動し 流行状況の疫学調査や感染拡大防止のための隔離やネズミ駆除を進めたとされる。しかし、この点について、シェルダン・ハリスや海学士は、ペスト流行自体が暴略や大規模人体実験、あるいは生物兵器の流出事故といった731部隊が起こしたものであったと述べている。 常石圭一は、新疆や農案で発生したペスト流行については、日本軍の最近攻撃説には確かな証拠がなく、疫学調査のデータは、自然流行のパターンに一致していることなどから、自然に発生した疫病だったのではないかと述べていた。しかし、2011年の金子論文発見により、ジャーナリストの渡辺信行は、 新疆でのペスト流行は、新疆から60キロの脳ンで始まった731部隊の細菌攻撃に端を発しており、脳ンから持ち込まれた犬が入院していた新疆の日本人経営の犬猫病院を起点として、ペスト菌が拡大していったと述べている。上徳。 1941年11月4日に上徳で行われた同様のペスト菌攻撃は散布の効果が薄かった。これは中国側がネイハでの経験を生かし、日本機が菌を散布した後に衛生担当者が直ちに巻かれたものを収集し破棄したからである。結果として中国側は死者数を一桁に抑えられた。 随岩。一方で、同1941年に行われた随岩への細菌攻撃では、1万人以上の被害が出た。これら患者を中心に、1700人以上が死亡したものの、犠牲者は全て日本兵だった。被害に遭った日本兵は、上官から、 これは中国による生物兵器攻撃だと教えられたと供述している。人体実験。常石慶一や旗育彦,彦によれば、731部隊では、生物兵器の開発や治療法の研究などの目的で、本人の同意に基づかない不当な人体実験が行われていた。 石井史郎は医学研究において内地でできないことがあり、それを実行するために作ったのがハルビンの研究施設であったと戦後に語っており、この日本内地でできないこととは主に人体実験を指していると常石慶一は述べている。元陸軍軍医学校貿易研究室の責任者で、 石井四郎の右腕と言われた内藤良一、後の緑十字の設立者は、戦後のニール・スミス中尉による尋問で次のように証言している。石井がハルビンに実験室を設けたのは捕虜が手に入るからだったのです。中略。石井はハルビンで秘密裏に実験することを選んだのです。 ハルビンでは、何の妨害もなく捕虜を入手することが可能でした。さらに、最近部隊のアイデアは、石井一人のものだったとし、日本の最近学者のほとんどは、何らかの形で石井の研究に関わっていました。中略。石井はほとんどの大学を動員して、部隊の研究に協力させていた。 と供述している。実験材料、マルタと呼ばれた人々。元731部隊員の複数の証言によれば、人体実験の被験者は、主に捕虜やスパイ容疑者として拘束された、朝鮮人、中国人、モンゴル人、アメリカ人、ロシア人等で、 マルタの隠語で故障され、その中には一般市民、女性や子供が含まれていたという。マルタの人数は終戦後にソ連が行ったハバロフスク裁判での川島清軍医少将731部隊第4部長の証言によると3000人以上とされる。731部隊のロゴー党で 衛生誤張をしていた大川福松は2007年に1日に2、3体、多い時は1日5体を生体解剖したと証言している。犠牲者の人数についてはもっと少ないとするものもあり、解剖犯に関わったとする久留美沢正邦義手は多くても7、800人とし、別に年に100人程度で、 総数千人未満という推定もある。終戦時には生存していた四五十人の丸太が証拠隠滅のために殺害されたという。こうした非人道的な人体実験が行われていたとする主たる根拠は、口述するいくつかの文書資料及び元部隊員など関係者の証言であるが、証言の中には、 ソビエト連邦や中華人民共和国政府の捕虜となっていた時期に、供述書として提出されたものもある。ただし、すべての証言がそうというわけではなく、捕虜となった経歴が確認されない人物の証言もある。このうち日本人捕虜の人材過程については、中華人民共和国政府による洗脳として、 教術書の信憑性に注意すべきであるという指摘もある。最近学的実験。元731部隊員で中国の武順先般管理署に1956年まで拘留され、帰国後は中国機関車連絡会中期連会員として活動してきた篠塚義雄は、 当時14歳の少年隊員として貿易給水部に配属され、ベスト患者の生体解剖に関わったと主張している。篠塚は帰国後、高柳道子との協調の中で、中国人マルタの生体解剖の様子を語っている。生体実験では、日本人が犠牲になることもあったという。篠塚は、 ペストに感染した友人の少年隊員であった平川光雄の生体解剖に立ち会ったとも語っている。一方、田辺敏夫は、こういった中期連関係者などの証言について、武順先般管理所での教育によって、大日本帝国による侵略行為と事故の罪悪行為を全面的に否定。 自己批判させられたものの証言であるとして、信憑性を疑問視している。生理学的実験。731部隊では、ガスエソ実験、投射実験、銃弾実験などのように、人体を極限まで破壊すると、人体はどのくらいの期間持ちこたえることができるのか、あるいは、 そこからどのように治療をすれば回復させることができるのかといった生理学的な研究も頻繁に行われた。こういった実験は731部隊以外の陸軍病院などでも行われた。元731部隊員の古志貞夫によれば731部隊で最も熱心に行われた人体実験は ガラスで覆われたガス室の外から犠牲者を観察するガス実験であったという。古氏はガス実験に立ち会った時の様子を語っている。さらに、同じく731部隊の印刷部員だった上園直司は、八景ロシア人の男性2名が裸で冷凍室に入れられ、死亡する過程を撮影されている光景を目にした。 という証言をしている。731部隊のロゴー島で衛星誤調をしていた大川福松は、2007年4月8日、大阪市で開かれた国際シンポジウム、戦争と異の倫理に出席し、子持ちの慰安婦を解剖したこと、母が死んだ後に、その子供は刀匠の実験台に使用したことなどを改装している。 1935年から1936年にかけて、ペイン法の統合部隊に用人として務めた栗原義夫は、水だけを飲ませて何日生きられるかという耐久実験をやらされたとして回想を語っている。最近爆弾の効果測定。常石によれば、 丸太を使用したアンダー実験場での爆弾実験は、新型爆弾の開発が追い込みにかかる1943年末以降に活発化した。炭疽金爆弾の場合、丸太は流流弾の男子で負傷し、血だらけとなる。丸太は担架で部隊に運ばれ、どのような傷であれば感染が起こるか、何日間で発病するか、 そしてどのように死んでいくかが観察された。多くの場合、全員が感染し、数週間以内に死亡している。最後には内臓のどの部分が最もダメージを受けたかを明らかにするために解剖された。石井部隊長の施設秘書的存在として活動していた軍事陽子は、 同じく731部隊の隊員であった弟から、アンダー実験場での細菌爆弾の効果測定に、マルタが使用されていたという証言を聞き出している。性病実験と女性マルタ。ジャーナリストである西野ルミ子がある元隊員にインタビューしたとする報告によれば、当初731部隊では、 注射で女性マルタに梅毒を感染させていたが、現実に即した実験結果が得られなかったため、マルタを強制して性行為を行わせることで梅毒を感染させ、梅毒にかかった男女を小部屋に入れて、再び性行為を強制したという、性行為に立ち会ったと称する元隊員は、白衣を着た複数の人間の監視のもとで、 成功意が強制されたことなどを語っている。証拠隠滅と丸太の処理。1945年8月9日のソ連軍の満州への侵攻直後、731部隊の施設建物が大量の爆薬によって破壊された。常石慶一は、この破壊は証拠隠滅であったとする。 畑育彦は終戦時には生存していた四五十人の丸太が証拠隠滅のために殺害されたと推測している。元隊員の古志貞夫によれば、これらの丸太は生産ガスを噴出させて殺害するか、銃で脅しながら丸太二人を互いに向かい合わせ、首にロープを巻き、その中央に棒を差し込んで、 二人にねじらせることで殺害したという。七三一部隊が証拠隠滅を急いだのは、丸太だけではなかった。一等二階の陳列室をはじめ、第一部核科研究班には、ホルマリン容器に入った生首、腕、胴体、脚部、各種内臓の標本が、伝染病の種類や病状ごとに、 計1000個ほど保存されており、これらは野印に乗じて消火口に投げ捨てられたという。さらに、増産を重ねてきた各種細菌のストック、おびただしい数のネズミ、数億匹ののみ、解剖記録、病理記録、細菌培養記録などは掘った穴に集められ、重油で焼却されている。 その後、施設建物が大量の爆薬によって破壊された。この時の爆破の煙は、ハルビン市内からも見えたと言われている。戦後、アメリカ合衆国による731部隊調査。アメリカ合衆国は、日本の敗戦直後から、四時にわたって細菌戦専門家による、 731部隊調査団を派遣した。調査はすべて連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーと連合国軍最高司令官総司令部参謀第二部部長チャールズ・ウィロビーの全面的な協力のもとで進められ、報告書、レポートがアメリカ国防総省宛に提出された。第一次。 責任者、マレー・サンダース。1945年11月1日付、サンダース・レポート。舞台組織や実験内容を証述人体実験への言及なし。第2次。責任者、アーボ・トンプソン。1946年5月31日付、トンプソン・レポート。 舞台組織や実験内容を承述。人体実験への言及なし。第3次。責任者。ノーバート・フェル。1947年6月20日付。フェルレポート。人体実験への言及あり。第4次。責任者。エドウィン・ヒル。 1947年12月12日付、昼レポート、人体実験への言及あり、731部隊の実験データの行方、ウィリアムズとワラスは、731部隊の実験データの多くは、元隊員たちが密かに持ち帰ったため、最終的には、 アメリカ軍の戦後の生物兵器開発に生かされたと述べている。また人体実験に手を染めたものの、ハバロフスク裁判を免れた軍医たちは、連合国から先犯として裁かれることなく、大学医学部や国立研究所や各地の病院に職を得たと述べている。実験データとアメリカとの取引。 常石圭一が返訳した米軍資料によれば、アメリカ政府は、日本の生物船研究情報は、国家の安全にとって価値があり、他国に入手されないためにも、先般裁判にかけるべきではない、と結論したという。ハバロフスク裁判。唐沢富夫証言。 731部隊の実験データに強い関心を示していたソ連は、ハバロフスク裁判で、731部隊の第4部細菌製造部第1班班長であった唐沢富雄少佐を厳しく尋問し、唐沢は1946年9月26日から30日までの間に、731部隊の編成と責任者、研究内容、 設備、人体実験の事実、中華民国での最近兵器使用、ネイハとジョート徳で行われたペストのミ攻撃の事実を認め、葬式者が石四郎であったと証言した。また、ハバロフスク裁判の判決準備書面で、アンダー付近演習場にて、昭和18年から19年に行われた、 炭素菌爆弾の人体実験、動物実験について述べている。川島清証言。また、唐沢の上司だった川島清軍医少将、731部隊第4部長も、飛行機によるペストのみの散布、ペストのみの入った陶磁器製爆弾の投下、天皇の命令書、 舞台の資金と出資、丸太の供給と受領の仕組みなどについて供述した。川島によれば、実験の犠牲者は3000人以上とされる。倉数悟証言。731部隊の憲兵班の総長であった倉数悟は、ハバロフスク裁判において、1940年に、 吉村研究員が東証実験を自分に見せてくれた時の様子について手の指が全く欠けていたり手の黒くなっている中国人非実験者らを目にしたと証言している厚生省2019年11月に国立公文書館が開示決定した公文書の中に1950年9月に 厚生省副院局留守業務第3課当時が取り残された軍員や軍人の状況を把握するために作成した文書。業務通報 B 第50号関東貿易給水部が2020年2月6日までに西山勝夫市街大名誉教授によって発見された。文書の中に 本部第一部が細菌研究と第四部が細菌生産など部隊構成や配送経路から帰国するまでの経路抑留された人数なども書かれていた朝鮮戦争における細菌戦北朝鮮ソ連中国は朝鮮戦争でアメリカが日本軍の731部隊のデータをもとに 最近戦を実施し、また、石井四郎も従軍したと主張した。一方、キャサリン・ウェザースピーは、米軍が朝鮮戦争で最近戦を行ったというのは、北朝鮮、ソ連、中国による捏造であり、プロパガンダであるとした。メリーランド大学のミルトン・ライテンバーグは、1998年に、 ソ連共産党中央委員会の文書を入手し、そこに、米国人に対する非難は架空のものだ、と書かれていることを明らかにした。日本国への賠償請求。1997年に、中華人民共和国の180名が、ハーグ陸戦条約三条違反などに基づき、 最近戦の被害者への謝罪と賠償を日本政府に求める裁判を日本で起こした731部隊最近戦国家賠償請求訴訟2002年東京地方裁判所はハーグ陸戦条約が個人に国際法主体性を認めておらずまた日中平和友好条約で日中共同声明の 戦争賠償の請求放棄原則が確認されて国際法上は国家責任は決着した保障法令の立法不作為も認められないなどとして請求を棄却し原告側が敗訴した他方東京地方裁判所は最近戦の事実関係について当該訴訟では原告側の立証活動だけで 被告側による反証活動がされていないという制約があり、複雑な歴史的事実であるから、歴史の審判に耐えうる事実の認定は、学問的な考察と議論に待つほかはないとした上で、当該裁判所の事実認定としては、731部隊の中品貿易給水部、1644部隊が、 1940年から1942年にかけて、ペスト感染したのみを散布したり、コレラ菌を井戸に入れるなど、細菌兵器の実践使用、細菌戦があったと判断した。2005年の控訴審判決でも、東京高等裁判所は、細菌戦の事実認定について、上記と同様の判断を下しつつも、 賠償請求は棄却するという原審判断を踏襲した。2007年には最高裁判所が原告による上告及び上告受理の申し立てを棄却したため、上記の地裁・高裁判断に基づく賠償請求棄却、すなわち原告側の敗訴が確定した。 旧陸軍軍医学校跡地で発見された人骨との関連。1989年7月に東京都新宿区富山の旧陸軍軍医学校跡地に建設予定の国立感染症研究所建設現場で獅子が様々な位置で切断された形跡が残った大量の人骨が発見された。人骨の身元は不明だが、 731部隊の犠牲者の可能性があるとして、市民団体は政府調査を要求した。1992年4月、札幌学院大学教授の桜くはじめが、人骨に関する鑑定結果を出し、骨に人為的加工や銃撃、または斬撃、または切断の跡が残っているものがあったこと、また、 1890年から1940年頃に埋められたものであったことなどを記した。この鑑定結果から、軍医学校跡地で発見された人骨問題を究明する会、人骨の会代表常石慶一は、頭章や絵師など、死士の切断を必要とする手術の練習台に、これらの人骨が使用されたのではないかと主張している。 また、新宿区が遺骨焼却予算を計上したため、焼却差し止め住民訴訟が起こされたが、2000年に敗訴確定、人骨焼却差し止め住民訴訟事件。2001年の厚労省調査報告では、陸軍軍医学校関係者368人への聞き取り調査によって、標本類、 または医学教育用に集められたもので、戦死者等から作成された可能性はあるが、731部隊によるものを否定する回答もあり、確定できなかった。2011年、厚労省が初の発掘調査を行った。2016年、人骨の会代表常石慶一らは、ミトコンドリア DNA の鑑定などを 厚労省に要望した。人体実験を裏付ける資料とその審議。日本。確認されている文献資料としては、得意扱いと呼ばれるスパイ容疑者などの身柄取り扱いについての特例措置に関するものがあり、これが731部隊に移送されて、 人体実験対象にされたことを示す隠語ではないかと推定されている。1938年1月26日に、関東軍の各憲兵隊に発出された命令文書、得意扱いに関する件通帳、関県刑第58号では、スパイ容疑者や思想犯、貴族、 アヘン中毒者などを通常の裁判手続きに載せない得意扱いとすることができるとの指示がなされている。実際にソ連のスパイ、ソ連の諜報員の略で、祖長、祖長等と表記を得意扱いとした指令書や報告書等も残存している。松村隆夫によれば、吉村久人による 第15回満州医学会ハルビン支部の特別講演1941年10月26日の記録、東証については文書で残されたものとしては数少ない同部隊の人体実験の記録とのことでありその中に記された実験1では零下20度で手を冷却して東証の発生を見ているほか 実験5では、絶食3日後や、一中や不眠などの前準備の後に、血管反応の状況を観察して、抗闘症指数を算出。実験6でも、クーリー101名につき抗闘症指数を求めているという。この闘症については、国立公文書館アジア歴史資料センターにて、 インターネット公開されている。同じく松村隆夫によれば、同部隊診療部の長山太郎、池田苗夫、荒木三郎による報告書、破傷風毒素ならびに画法摂取時における菌、クロナキシについては、破傷風毒素と画法を人間の即配部に摂取して、 発症時の筋肉の電位変化を測定したという内容で、対象とされた14名が全員死亡していることが報告書に十字で示されているという。また、キー弾射撃による皮膚障害ならびに一般臨床的症状観察には、1940年9月7日から10日にかけて行われた 被験者16人を野外に配置して、彼らに向けてイペリット弾を発射して、生じた症状を観察する実験内容が記載されているという。畑育彦によれば、現存する731部隊の医学的成果を分析したところによると、猿を使った流行性出血熱、孫後熱の病原ウイルス特定と、 当初治療法の2件は人体実験を利用して得られたものではないかと推定されるというアメリカ731部隊が行った人体実験ヒューマン・エクスペリメンテーションの記録はすでに機密指定解除されたアメリカ政府や軍の公文書より発見されているそれらの文書は アメリカ国立公文書記録管理局で公開されており、731部隊が行った人体実験を研究する者にとって基礎的な資料となっている。一方、ナチスの戦争犯罪に関する調査が800万ページにも及んだのに対し、日本の戦争犯罪に対する調査がわずか10万ページと極端に少なかったことから、 多くの知識人は、米国には依然として、日本の戦争犯罪に関する膨大な資料が眠っていると疑っている。ただし、そのような資料は今のところ見つかっておらず、近年になって、新たに機密指定解除された一連の公文書からも、前述のサンダース、トンプソン、フェル、ヒルラによるレポート等の、 すでに公開されている記録は確認されたものの、それ以上の新たな記録は見つからなかった。日本の戦争犯罪に関する資料が、ナチスの戦争犯罪に関する資料に比べて極端に少ないことについて、米陸軍戦士センター CMH の元主任研究員、エドワード・ドリューは、 終戦直前の1945年8月12日からアメリカ軍の一部が日本に上陸する8月28日までの間に主要な記録の多くが日本当局により隠滅されたためと述べている。また、コロンビア大学教授のキャロル・グラック、日本近代史専攻はアメリカの 日本軍の満州での初期の軍事行動に対する関心が終戦時と比べて低かったことそして連合軍がヨーロッパにおけるホロコーストの資料作成を優先したのに比べ戦略諜報局 CIA の前身が日本軍の満州での初期の軍事行動に対して徹底的な調査を行わなかったからであると述べている。 IWG 報告書の作成に携わった人たちは、731部隊に関する記録については、すでに機密解除されて公開されているので、今後のリリースには含まれていないだろうと述べている。エドワード・ドリューは、731部隊については、すでに多くの記録が機密解除されて入手可能となっているにもかかわらず、歴史家、 研究者、関係当事者が十分に活用できていないことが問題だ、と述べている。そのため、2007年の IWG 報告書の作成プロジェクトでは、新たな資料の発掘よりも、そのようなすでに公開済みの資料を見つけやすくし、よりアクセスしやすくするためのガイドの作成が優先事項とされた。 作成されたガイドは、日本の戦争犯罪に関する報告書の添付 CD ロムに収録されている。その他の文書としては、アメリカ・ユタ州のダグウェイ細菌船実験場で、731部隊による人体実験の数百ページに及ぶ詳細なデータ、ダグウェイ文書が、1991年に発見されている。 このダグウェイ文書には、炭素菌について400ページ余りにわたり、30例の解剖所見の人体模型図入りの記録、さらに、心臓、肺、扁桃、気管子、肝臓、胃というように、18の臓器ごとの顕微鏡写真入りの記録が記載されている。中国。 原正義は、1928年の災難事件での、日本人犠牲者の遺体を災難病院で検視している写真、山東省動乱記念写真帳、昭和3年、政党新報、1928に掲載、が、731部隊が中国人に細菌人体実験をしている写真として、 日本新化図編資料集や吉林書博物館、阿わ健太郎の論文などで御用転用されていることを指摘している。旧子。現在、新火日軍第七三一部隊在所陳列館として整備されている。